ザワールドは、米国レジデンシー社が運行するバハマ船籍のクルーズ客船。世界最初にして、唯一のマンション型客船として知られる。ノルウェー王国の風船造船所で2002年に、竣工した。通常のクルーズ客船とは違って、キャビンはレジデンス、またはスタジオと呼ばれ、分譲マンションのように販売されており、キャビンのオーナーは、自宅間隔で居住。 自由に乗降できるシステムになっている。キャビンの購入にあたっては最低でも資産10億円以上が必要である。また、身元調査に合格し高額な維持管理費を支払えることも条件となる。乗客のプライバシーとセキュリティのため、詳細はコースや日程、乗客数などは非公開であり、飛行後も脳ノがハイヤーで個別に移動するという。就航以来、 世界の歴史的文化的都市やリゾート地などをめぐる船であり、その行き先は、キャビンのオーナーである乗客が、自治会で決定するとされる。同じ港に二度寄港することはなく、可用な規則で運航されているとされる。ただし例外として、日本の神戸港には2006年4月と2009年9月と2014年9月と2017年4月に4度寄港しているほか、 小樽港にも3度寄港している。また、高松港にも2度寄港している。ありがとうございます。